違いないです。パッと聞いた時に、あのすごい迫力と、もう本当怒涛のようなもう歌声で成り立ってるんですけど、そこに優しさを見出した時に売れ出したんですよ。それが温かくなる。Oh my goodbye time、暖かくなれ、過ぎた日さえ切ない、思いは遠く離れても。チャンネルの時間です。西です。庄司です。伊丹です。さあ、本日はね、伊丹哲也さんにお越しいただいております。ありがとうございます。庄司さん、今日もありがとうございます。はい、ちょっと静かですね、おとなしいですね。いやいや、伊丹さん愛が止まらないので、喋り出すと止まらなくなっちゃうから。そうなんですね。実は本日のこのミュージシャンの伊丹さんをお呼びいただいたのが、まあ庄司さんのおかげというか、41年間のファン。そうです。エアロスミスと会った時は、はい、まあ、宇宙人みたいな異次元のオーラがすごすぎて、もう何もできなかったんですよ。今日は伊丹さんはもうそれをさらに超越したぐらい、もうね、好きなんで。エアロスミスさんより上。すごいですね。伊丹さんの声になりたくて練習された時期になったと。ありますよ。もうバーボンね、ストレートで飲んでうるさいから、電車の鉄橋のガード下でね、もう発声したら、もうモンテレスのりさん通り越しちゃって、もう森進一さんになっちゃった伊丹さんに向かっていったら森進一さんになってたという。そう間違いないってた。はい、1980年デビューってことで。そうだね、11月ですよね。11月。うん、まあデビューが武道館ですからね。デビュー武道館ですか。そうです、世界観ですからねすごい、第11回世界観ですね。ちょっと今日は皆さんお待ちかねのね、間違いないデータのいろんなエピソードをねお聞きしたいと思います、はい、ちらっと先ほどお聞きしたら20分ぐらいでできた曲。そうですね、まあね、正月ね、20分で作りましたね。だから曲はもうこういうの作ろうと思ってればすぐできるんですよ、きっと。だから悩んでるうちは何を作っていいか分かんないだけなんでしょうね、きっとね。ベスト10に出とられて、黒柳徹子さんの久米宏さんにまあまあいじられてますよね。そうですね、まあサングラス外すっていうのはね、はい、結局私の意思じゃなかったんで、まあサングラス外した方が女性ファンができるんじゃないかという、そのスタッフの意向もあったんでね、うん、まあ私は外したくなかったんですけどね。まあ番組で外されてましたね、うん、だから黒柳徹子さんが、うん、打ち合わせの時にね、サングラスを痛みを外しますのでって話になってたんで、俺はまあいつまでもそのサングラス外さないもんだから、黒柳徹子さんがサングラスはよろしいですかって聞いてくれてるんですよ。で俺はあれ言われなきゃずっとかけたものでしたけどね。なるほど、うん、それは忘れてた。忘れてましたね。 あ、あの時のフレーズもあるんですけど、普段からサングラスかけてて曲作る時とかレコーディングの時もかけてた。かけててましたね。あ、それがなんか自分でスイッチ。スイッチでしたね、やっぱりね。今でもこれ今ちょっと色が入ってますけど、まあ、スイッチ入るんですよね。褒められてます、ね。うん、普段はこれはかけてないんで、うん、スイッチ入るんですよ。中2になったんですよ、14歳 で学校から帰ってきて、親父の部屋のテレビをバチってつけたら間違いないと流れて、うん、その瞬間もう画面バーってあれして、で歌詞もずっと聴いて、メロディーも聴いて、ああいい曲だなと思って、で最初俺その時初めて聴いたから、街が泣いたってはっていうタイトルじゃないと思って、蜂が泣いたか、中堅八高のね、中堅八高の蜂、うん、こんな中堅八高のことを
熱く歌える人ってこんな人こんな人が出てきたなって中学生ながらに思っちゃってこの今日ね、三谷さんも取られるギターは庄司さんからのプレゼント。そうです。でね、これ素晴らしいじゃないですか、龍神さんね。龍神さん、彼も借りたね。で、こうかっこいいですよね、庄司哲夫って入ってますよね。でこれを見たら哲也いたりって入ってるんですけど、これやたらなんか可愛いんですよ。でこれを見て、このアンバランスさが本当のファンだなと思いました。超芸術家の画家さんですけど、そう、ここが可愛い。ここだってマンガチックだもん、ここだけ。実際このギター自身、その楽器としてはどんなイメージ？これね、本当にいいんですよ。あ、いい。うん、イッツシャープっていうタイプで、これね、本当シャープな音が出るんだよ。でギターをもらっても気に入らなかったら弾かないよなと思って、うん、もうもらってももう絶対弾くかどうか分かんないよっていう話をしたんだ、うん、で弾かなくていいからもらってくれって言うから、で弾いてみたらむちゃくちゃ良くて、うん、もう結構使えますよ。これここは、まあ、好きだって全部好きなんですけど、なんかありますか？暖かくなるんですよ、うん、2番ですね。2番ここはみんなやっぱりいいなって言いますね。間違いないです。パッと弾いた時に、うん、すごい迫力と、もう本当怒涛のようなもう歌声で成り立ってるんですけど、そこに優しさを見出した時に売れ出したんですよ。それが温かくなる。お前グーバイダン、温かくなれ、過ぎた日さえ切なげ、思いは遠く離れても、愛した人だけは涙見せ生きてほしい。最後の俺の明かりなど、さよなら俺の待ちよう、そっと消えた風を暖かくなれっていう言葉、ね、曲を書いていて、やったなっていうのが一箇所必ず あればいいんです。だからこの間違いないって言ったら、やっぱ暖かくなれ、間違いないって言ったよりも暖かくなれなんですよ。ここの一言がこの曲のもうボルテージを上げてるというか、もう素晴らしい曲になってるんでしょうね。なかなか出てこないんですよ、その一言が。これが本当にいい曲なのか悪い曲なのかっていうところの、基準なんかはそういうところにあるんですね。で、やったと思うところはそこなんですね。だからその温かくなれが出てきただけで、その言葉だけですごくやったと思えるというか、必ずそういうのが一箇所ないとやっぱりね、いいとは思わないですね。ダサくだと思っちゃう。まあ、大阪ブルースが非常にね盛んなところだったんで、まあ、ブルースの影響も受けてるでしょうしね、まあ、そういうアルバムも作ってはいるんですけどね。間違いないって言ったら、これやっぱり僕は大阪ソングだと思ってるんですよ、自分の中で。悲しい色やねんと、うん、まあ、うん、西と東の横綱みたいな感じの大阪ソング、うん、それはあるでしょうね。東京出てきてやっぱりその間違いないってとか、ファーストアルバムの、曲なんかをみたいな感じで作りたいと思ってもなかなか作れなくなってきてるんですよね。まあ、もう東京に出てきて40年経つんで、もう40年以上経ちますね。だからやっぱりなんていうか、その大阪の臭さみたいなところがやっぱりどんどん抜けていっちゃってるんでしょうね。うん、だから大阪に帰ったらまたできるかもしれないですね。まあそういう臭さが出るかもしれないですね。この曲って先ほど言った曲はストロベリーワインですか？ストロベリーワイン、ストロベリーワイン、はい、なんかこの曲どこが好き？
多分ね、俺庄司、庄司君もう呼び捨てしていい。はい、そう、もちろん。庄司が好きなのはね、あの、あそこの歌詞だと思う。ガスが負けるか、男はいつも中途半端な答えなどはない。歌詞が出てこない、うん、まあそういうところですね。まあ赤色にはならないけれど、なりたくもないものになっちまうものさ、どうしたって勝たなきゃいられない男なら気休めの優しさなんか邪魔になるだけさ。ここだと思いますね。久しぶりに見たんで、ちょっとあれ歌詞も出てこなかったりしたんですけども、ここでしょう、きっと。こうあら、そうそうね、ここが多分ね、好きなんだ。これね、4番ぐらいまでのこう、つながりの曲になってるね。長ったらしい曲なんですよ。で、3番だけがここが多分気に入ってるのかな。これで、あれ、あの、コードを知りたくて、レイタンね、あの、教えてもらって、この後ラジオやってるから聞いてたんですよ。ちょっと気になるし、紹介しだしちゃって、もうね、泣きました。あのツイキャスでね、あの、ラジオ配信やってたんですよ。その時にちょうどそのコードを教えてくれって話があったんで、で、今日はだから、あ、コードを教えたんで、じゃあ、庄司哲郎の好きな曲を、その頃、庄司哲郎って言ってたね。庄司哲郎の好きな曲を今日やりましょうかね。役者だから、今日はちょっと役者っぽくやってみようかなって言って、役者っぽくね、あの、語りでやってるんですよ、それ。ストーブでバイン。こんな感じでやってる。泣いた。泣きましたね。泣いてばっかりだよ。泣いてばっかり。まあまあいつまでね、生きるかわかんないですけど、まあずっと、まあ、音楽と一緒に、まあ、生きていくと思うし、まあどっかで、まあ、会えることがあれば、お会いしましょう。ありがとう。はい、ありがとうございます。まあぜひね、次回英雄星チャンネルまた出ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。本日はご出演どうもありがとうございました。ありがとうございました。